皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日は東京証券取引所内ストックボイススタジオから生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部有井誠さんです。有井さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。昨日5月24日火曜日の中国株式市場は、本土市場の代表的な指標である上海総合指数が終値で 3070.927 ポイント、前の日に比べ 75.930 ポイント安と大幅な下落となりました。追加の景気対策が発表されたことで、寄り付き段階では前日比プラスだったものの、その後利益確定売りに押されています。また香港市場でもハンセン指数が 2112.10 ポイント、前の日に比べ 357.96 ポイント下落しました。今週に入りハンセン指数は2日間で600ポイント以上も下げています。それでは有井さんに直近の中国株式相場の解説をお願いします。はい。本土市場は先週米国市場での株価急落等を受け、上海総合指数が3000ポイント台半ばまで振り込まれる場面もありましたが、その後堅調な動きでした。特に先週末にはローンプライムレートが引き下げられたことから、上海総合指数で約1ヶ月ぶりに3100ポイント台をつけています。また上海市が22日から省をまたぐ公共交通機関の運行を再開すると発表したことが、投資家心理の改善につながったほか、李克強首相が経済成長を支える新たな措置を今月中にも打ち出すよう地方政府と関連部局に指示したことで、景気対策への期待感が広がり、幅広い銘柄に買い注文が入りました。ただ今週に入り利益確定売りが相場の重しとなったことに加え、北京市をはじめ国内での新型コロナウイルスの感染が収まっておらず、方向感の乏しい動きとなっています。さらに昨日は33項目に及ぶ景気対策が打ち出されたことで、恩恵を受けやすい銘柄に買いが集まる一方、全体としては景気の先行きに対する警戒感が根強く軟調な動きでした。またストックコネクト制度における香港経由の売買も100億元近い大幅な売り越しとなっています。4月下旬以降右肩上がりの展開が続いていただけに、目先調整が入ってもおかしくないでしょう。また実体経済の先行きが不透明なことから、しばらくは工業石銘柄や景気対策の恩恵を受けそうな銘柄を中心に個別物色の動きになると考えています。はい、わかりました。それでは続いて香港市場はどのような動きだったでしょうか。香港市場は直近ハンセン指数で2万ポイントを少し上回った水準で推移しています。米国株が軟調なことでリスク回避の動きが広がる一方、景気対策への期待感も根強く、比較的底堅い展開となっています。また本土市場からの売買も5月6日以降買い越しが続いており、相場を下支えしました。ただ昨日は前日の米国株反発、追加景気対策の発表、さらにはバイデン米大統領が中国製品に対する報復関税の引き下げを検討しているとの報道など好材料があったにもかかわらず、香港市場は全体として軟調な動きとなり、ハンセン指数で2万ポイントを割り込む場面もありました。足元、上海市でのロックダウンが6月には解除されるとの見通しもありますが、依然として続いており、景気の先行きに対する不透明感があるため、本格的な株価上昇には時間がかかるでしょう。当面狭いレンジでの動きが続くものと考えています。はい、わかりました。それでは続いてセクター別の動きについても解説をお願いします。こちらのグラフは昨年末を 1.0 としてハンセン総合指数におけるセクター別の指数の動きを表したものです。このグラフが示す通り、藍色のエネルギーセクターが比較的しっかりした動きです。足元、石油や石炭の価格が堅調なことから関連銘柄が買われています。またオレンジ色の電気通信セクターも底堅い動きでした。
ただ両セクターとも小動きであり、直近で大きく上昇しているセクターはありませんでした。一方、他のセクターはおおむね軟調な動きでした。特に情報技術セクターが弱い動きです。テンセントが先週半ばに発表した今日3月期の決算内容が市場予想に届かなかったことで、失望した売りがセクター全体に広がっているようです。さらに昨日は、米アップル社が中国での厳格な新型コロナウイルス対策を嫌い、中国以外での生産拡大を検討していると報道されたことから、BYD エレクトロニックなど関連銘柄の下落につながりました。また、ヘルスケアセクターも依然として軟調な動きでした。薬価引き下げに対する警戒感に加え、ファンダメンタルズから見た割高感が揶揄されているようです。はい。それでは次に金利と為替の動きについて解説をお願いします。足元、銀行間取引の金利は低下傾向にあります。昨日時点で1年ものの金利は 2.323% と4月上旬に比べ 0.3 ポイント近く低下しています。政府が景気対策を急ぐ構えを見せており、市場では近く一段の金融緩和があると予想しているようです。ただ、直近で米中の金利差が逆転しています。次のページ、米中の長期金利の推移をご覧ください。足元では、中国の10年国債利回りが、米10年国債の利回りを下回っています。そのため、米中の金利差を背景に、人民元から米ドルへの資金流入が加速しかねず、さらなる金利引き下げへの過度な期待は禁物でしょう。次に、人民元と香港ドルの対米ドルレートのグラフをご覧ください。4月下旬以降、人民元が対米ドルで急落しています。足元では幾分持ち直していますが、1米ドル当たり 6.7 元前後と20年暮れ頃の水準です。先ほど見ていただいたように、米中の金利差逆転から米ドルが買い戻されているようです。一方、香港ドルも対米ドルで下限となる 7.85 香港ドル近辺の動きを続けています。両通貨とも対米ドルで軟調な動きとなっており、これをもとに株式市場では資金流出懸念が広がり、株価にとって波乱要因となっています。それゆえ、人民元の急落など為替の急激な動きには注意しておく必要があるでしょう。はい、わかりました。以上、直近の中国株式相場の動きについて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今回はどんなお話になりますか？今回は今月中旬に発表された経済統計を振り返るとともに、足元の景気対策について解説したいと思います。はい。今月16日に発表された中国本土の経済統計では、4月の工業生産が前年同月比で 2.9% 減、小売売上高が同 11% 減となったほか、固定資産投資も1、4月期で前年 同期比 6.8% 増でした。いずれの統計に関しても市場予想に届かず、また前月に比べ大きく低下しています。特に小売売上高が前年同月と比べ2桁減と大幅な落ち込みでした。はい。次のグラフ、単月ベースの小売売上高の推移をご覧ください。20年初めに新型コロナウイルス感染が国内で広がり、大幅に落ち込んだ小売売上高はその後徐々に持ち直し、昨年はプラス成長を続けました。しかし今年に入り、1、2月期は前年同期に比べ 6.7% 増となったものの、3月には20年7月以来のマイナスとなり、4月は一段と悪化しています。上海市でロックダウンが実施されているほか、北京市でも移動制限がされるなど、
新型コロナウイルスの再拡大に伴うゼロコロナ政策が大きな足かせとなっている状況が見つかります。特に中国経済の中心である上海市での大規模なロックダウンは長期化しており、サプライチェーンの混乱から工場閉鎖が相次ぎ、実体経済に大きな影響を及ぼしています。また、市内の自動車ディーラーはほぼ休業状態となったことで、上海市での4月の新車販売台数はゼロとなったようです。また、住宅不動産販売も足元一段と悪化しています。次のグラフ、中国本土における住宅用不動産の販売額のと伸び率のグラフをご覧ください。昨年夏以降、大手不動産デベロッパーであるエバーグランデの巨額債務問題に端を発した不動産開発業者に対する信用不信から、前年同月の水準を下回る状況が続いていましたが、今年3月に約3割減まで落ち込み、4月には20年 1、2月を下回る5割減となりました。信用不安を受けた不動産価格の低下に加え、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気の先行きに対する不透明感、さらには雇用への不安から不動産市場の低迷が鮮明となっています。はい、この中、政府も足元で景気対策を急ぐ構えを見せ始めました。最優遇貸出金利の推移をご覧ください。先週末、最優遇貸出金利、ローンプライムレートが5年以上もので 0.15 ポイント引き下げられました。過去の動きでは、1年ものを機動的に変動させる一方、5年以上ものを単独で変更することはほぼありませんでしたが、今回は1年ものを据え置き、5年以上ものだけを引き下げています。住宅ローンの基準となる5年以上もののローンプライムレートを引き下げることで、政府は住宅用不動産市場の手こ入れを図っているようです。また、今月中旬、政府は1件目の住宅ローン金利に関して、これまでの同じ期間のローンプライムレートとしていた下限を 0.2ポイント引き下げました。この結果、わずか1週間ほどで住宅金利を 0.35 ポイント引き下げたことになります。特定の分野に絞ったかなり大胆な金融緩和といえるでしょう。さらに今週に入り、税関規模の上積みや乗用車購入税の負担軽減、住宅購入支援など6分野33項目に上る追加景気安定化策を発表しています。また最近になって李克強首相の発言が国内で大きく報じられており、習近平国家主席による共同富裕政策から経済重視へと政策転換が図られたと国内の投資家は見ています。秋の党大会を控え、共産党人事をめぐる権力闘争から李克強首相が巻き返しを図るため経済対策を急ぎ成果を上げようとしていると投資家は見ています。それゆえ景気の回復による成果が確認されるまで景気対策は次々と打ち出されるものと考えています。はい、すべて市場では景気対策関連の銘柄に目先投資家の関心は集まると考えています。特に当社では政府系の不動産関連 BYD や GLO 汽車等自動車関連などの銘柄に注目しています。不動産や自動車は景気自体への波及効果が高く、個人消費の喚起にも有効なだけに政府による活性化策が打ち出されやすい分野と言えるでしょう。最後に、先週末に反戦構成銘柄の組み入れ替えが発表されたので、ここで紹介しておきます。今回4銘柄採用され、1銘柄が外れました。6月13日から構成銘柄69銘柄となります。新規に採用された銘柄は、今後インデックスファンドなどによる買いが期待できるため、注目しておくと良いでしょう。はい、わかりました。ありがとうございます。今回は直近で発表された経済統計などを振り返るとともに景気対策について解説をいただきました。
それでは今日はこのあたりで失礼します。アリーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。